合わせて合わせて打っても同じ
入って、このままこう入って、で、3回目に、これが
これ今なんかこうって、ここからこうこうこうしてるね。こっちの足上げる、こっちの右手は空いてる方、何しろ蹴りとかくるんだ。
どっちかこっちもどっちかで足を痛めてそれから帰ってくる足が踏ん張らないですよこっち行っただからこっち来た今度こっち足上がったんですよねこの足こうに入っていけないから一旦ここ踏んでそれからこっち入ってそういうふうにはないこっちが入った時はいい一発でここ入ってちょっともあれこっちから入ってここ入っていけないからここ向こう向いちゃうからで一旦下ろして終わったら一旦下ろしてそれからこっちこう。で、手はもう押さない手をやらないためにこれやってるんですよこうねこうだから、ここは押してないチュッ片足で立っててこれ、この足は次のステップはこう回って、ここの、ここにこうこう入ってきたで、足閉じてるんですよ一つねそれからまた開いてで、閉じて座る感じ開いて閉じて、開いて閉じてるんで、これ散々言われたんですよ開いて閉じてるんですよ開いたまんま終わったから、だいぶなんじゃないか必ず閉じて、開いて閉じてもう、昔こういったのですよそれと同じ、合わせを合わせねこれが一番大事だから、ここはちゃんと理解してそれで足が自由、足こう、曲げましたけど、足が自由足、合わせ、足自由それで手でいかない手を使わないこの3つ大体ポイントそれで3曲1曲と3曲やると分かりやすいからあるですね1曲こうしてる人は3曲できないんですよ入れ替わりないの補聴してるからはいはい本当に邪魔で入らないんだから押してないから押してないからもう入れない押してたら入れない途中行ってないからそういう話でした。さっきの保護にやるというのはそういう話です。押さない確認。で、そのまま振ってくださって、合わせて、足自由で、重心の、なんか足出し。ね、さっきの話。さっきもこう足が入ってきて、押してないから、押してないから回る。そういう話。で、気をつけて、例えば、一挙でこうやってやっといて、こうやってやって、ギュッてやるやり方もあるかもしれませんけど、今やってるのは、向こう押さない、こう入ってきて、ここで押してないやつ、こういう感じで、こんな感じで、その一曲した。で、その一曲した。表に入って、足を押して、で、こっちに入って、じゃあその辺も。